はい、恐れたんです。ビーナス&ブレーブス。1057年183日ということで、今回はおそらく最悪に。待って、はい。予言の魔物ではないけれど、放置しておか、おけない魔物がいます。いけるかな？ゴルドアのムアに現れた、高鬼、ゴブリンウォーリアー。うん。あ、でも倒しておきたいですね。レベル上げときたい。ゴブリンウォーリアーね。これか。まあ、グリューパンは、もうどうしようもないと。あ、こっちか。ゴールドワード村。あ、でも遠いな。うん、7。よし、じゃあ、行きますか。ゴールドワに。はい、カット終了。ギリギリです。なんとか行けましたね。338日。多分これで帰る途中に、まあ、行けるのかな？急に最悪のイベント挟んじゃうけど。HP170。攻撃力が 4×2 の、複数攻撃。素早さが12。回復力が11。全体攻撃3ダメージ。これが3ターンと5ターン目。で、気まぐれ。で、水属性。ですね。はい。HP130、170なんで、そうなんですよね。シャムリンがね、いなくなっちゃったんで、少しね、なんとかしないと。はい、今回は、この、ローラム・サイラン。新しく入った冒険者ですね。まあちょっと15歳なんですけど、まあとりあえずちょっと上げておきたいなと思います。というかうまくハマる人がいないんで。で、まあここね、ちょっとくっつけようかななんて今思いまして、急遽、ちょっと入れてみました。で、あとで、ここ、まあどういう風に動くかですね。うん。ちょっとゲシュタルトボード楽しみです。みんな、行くぞ！一旦で倒します。ゴブリンウォーリアーでも戦うの久しぶりですよね。案外ね、HP 高いんですよね。昔こんなに高かったかな。もしかしたら、この低級の魔物も若干進化してるのかもしんないですね。よし。OK。今回はね、冒険者をね、うまく、世継ぎを残せるようにしたいですね。はい、ゴブリンウォーリアーを倒しました。回復力。ビビ、久しぶりだな。いや、いろんなとこで出会えますな。そうだね。どうかしたか？ん？なんでもないよ。そうだ、ブラッド。心理テストしてあげよっか。唐突。溺れている二人の女がいます。片方は正しい女。もう片方は誤った女。ブラッド、あんたが助けるのはどっち？俺、誤った方かな。両方かな？助けを請う者は全員何とかしてやりたいよ。欲張りだね。でも、ありがとう。許すんですか、そういうので。どっちって聞いてるのにね。なんか、意味ありげな選択でしたけど。選択というか、お話でしたけど。さて、これ、戻るのが、そっか。待てよ。ちょっと待てよ。338日。次の最悪で、この噂も全部消えますね。これ回収した方がいいな。隠されたアイテム。
バルクエイか。凄腕入団希望者。これいいなあ。とでも27か。無理だね。ゼレス。ああ、でも基本的にどれも無理か。メゾネア1年と85日。バルクエイかな。ちょっとバルクエイ寄ってみます。おお、遠いぞ。いや、久しぶりですね。フェルミナは随分住みやすくなったって話を、何でも姿勢がガラリと変わったんですって。そうね。もう多分動物しかいないような気がする。人間はいがみ憎しみあったような、そういうのでやられたような気がします。あの、あれですよ。法がなくなった町ですよ。はい。はい、僕、宝の隠し場所を知ってるんだ。うん。だから代わりに教えてあげる。知りたいでしょ？まあ、久しぶりなんでね、宝物は。ウォルタランド。ミョルニール。はい。ミョルニール。ミョミョエルじゃないんだ。読みにくいわ、ほんまに。またゴーレム山賊団のアジトがあります。何もないけど。ああ、懐かしいな。懐かしい。10年近くね、ここで拠点として張ってましたけど。47年経ちましたね。未だにいろんなものが置きっぱなし。うん、食器とかは洗わんとあかんのかな。さて、じゃあ行きますか。うん、噂は出したんですけどね。でも回収できないかな。スクーレ。ここかな。フェルミナ。あ、噂か、まだ。これか。オルタランド。行けないな。多分、無理だな。はい、新しいメンツが何人か入ってます。まあ、基本的には、上向きの成長ですね、成長率。まあ、ヒカルが、残り6年、ベノアが3年、メイプルが5年と。まあ、次の最悪で、ベノアはおそらく最後になるかな。うん。まあ、1058年の次は1070年なんでね、12年ありますから、まあ先ほどの3人はまずいけないでしょう。まあ、次のね、世代に託すわけですけど、まあベノアなんかはね、ちょっと、世継ぎ残すの失敗しましたね。はい、フリーが、とうとう亡くなったと。浅中、イダルバ、スルギで、のんちゃん。あ、何もなかった。じゃあこれどうしよう。戻ったらいいのかな。いいのかな。ね、何も起きないですね。もうちょっとかな。じゃあここ行くか。オルタランド。え、待てよ。これメゾネアの話ですよね。メゾネア行かなくていいのかな。まあいいか。あ、ここじゃない。こっち。どこ？どこよ。どこよ。あれ、アイテムじゃないのか。メゾネアですね。
いよいよ予言の日も迫ってきたな。船は出せるようになってるかな。お、あんたブラッドさんかい。俺とナッパ騎士団の。あ？ああ、そうだけど。お、やっぱりそうか。薬剤師のカルメンさんから伝言を預かってるんだ。カルメンはメゾニアにはいないのか。ああ、あんたが貸してくれた団員さんと一緒に旅出ちまったよ。世界中の船着き場を回って魔物をやっつける薬の製法やら何やらを伝えるってよ。そうか。じゃあ。ああ、そうだ。海の魔物はきれいさっぱりいなくなったぜ。いや、長かったな。よくやってくれた。みんな船に乗る準備だ。アクリランドへ向かうぞ。よし。おお、なんかいい絵だな。とうとうついたな。ここがアクリランドか。七勇者の伝説の大陸でござるな。まさかこのような地に足を踏み入れることができようとは。しかしその伝説の大陸の割には随分と荒れた感じがするな。ふむ、これも最悪の魔物の影響でござろうか。多分な。結構荒廃してますね。なんか岩だらけ。予言の日まで残り少ない。とにかく今は進もう。ぎょい。なんだろう、この懐かしい感じは。え、なんかあるのかね、ブラッドとの関連性も。はい、やってきました。モールモースです。いや、初めて見るね。ブラッド殿。ああ、見つけたぞ。最悪の魔物だ。思いのほか早く見つけることができましたな。ああ、奴を倒せば最悪は回避だ。そしてこれ以上この村は傷つけさせない。みんな行くぞ。はい、モールモースね。このヴィーナス&ブレイブスの、前作にあたるセブンの、舞台となる村ですね。俺まあ詳しいこと分かんないんでこれ以上何も言えないんですけどね。HP380、 攻撃力 4×4 の、複数攻撃、素早さ、28、回復力が8、怒りの一撃、6から8が、2ターンだけか。で気まぐれと。はい、じゃあね、ちょっと久しぶりにね、とどめをねきちんと刺したいなと思います。デモニカ使っちゃおうか。一回早いかな、まだ早いよな。はい、今回は、ちょっと計算をきちんとしまして、エクストラが出なければ、このナムジ・トムガイ、この人がとどめを2ターン目に刺します。あとはね、まあ、死なないように頑張っていただきたいなと。こっちの方がいいのかな ?20% ね。うん、そうね。
で、これでおそらく侍の HP 低いですけど、攻撃はあまり当たらないと思うので、これでいきたいと思います。あったあったあった。はい、それでは。もしかすると、ミコのベノアがね、今回最後の、遠征になると思います。よしよし。よしよし。見よ、この強さ。いやー、ミコ強いです。で、あ、エクストラか。あー、ってことはミコですね。ミコになっちゃうな。まあいっか。アサナか。まあアサナであればいいでしょう。年齢もね、26歳なんでね、そろそろ結婚のこと考えるといいんじゃないのかな。はい、モールモースエルミを倒しました。よし、素早さ。やったぞ、これでアクリランドの予言も回避だ。最悪の魔物、確かに凶悪な面構えでござった。まあ、そうでもないけどね。ああ、でも力を合わせれば勝てない相手じゃない。予言は回避できたんだ。一旦オートに戻ろう。ああ、でもこの島国でもムイムイがいるんですね。アクラリンドの最悪に間に合ってよかったですね。ああ、船も使えるようになったことだし、これで海の移動もバッチリだ。余裕かましてると痛い目あるぞ。脅かすなよ、フィニー。次の最悪は1070年。北西の孤島、イルグールですわ。これから予言を読み上げます。よく聞いてください。北西の海に浮かぶ岩に邪悪な魂が集うだろう。魂はいくつもあって、滅びの騎士団となるだろう。え？滅びの騎士団？うん。災いはよどんだ沈殿だけではない。いくつもの我を忘れた魂は一団となって親子供にもその牙を向けるだろう。どういうこと？過去の騎士団の亡霊が攻めてくるってことかな。滅びの騎士団は数を増やし、世界を埋め尽くし、大災厄を待つであろう。次の最悪は12年後です。あ、そっか。アリアが説明してくれるね。でもこの予言はいつもと様子が違うようです。たった一匹の魔物というよりは、何かの集団が潜んでいるような。人間か？さあ、予言書からはそこまで詳しくは未来を読み取れません。とにかくフィリーの言う通り、油断は禁物です。ブラッド。わかった。そっか、わかんねえのか。12年後に、北西の孤島イルグールが、最悪に見舞われます。魔物を退治しつつ仲間を集めて、はい、強化を備えてください。うん、まあここはいつもと一緒ですね。予測安全値がマイナスになったら1年以内に回復しないとゲームオーバーです。うん、次の最悪まであと12年か。いつもと違うって何のことなんだ。なんだか気になるな。いやーね。いや、俺がさっき言ったことがもしかしたら当たりかもね。もしかしたら、レオとかフリーとかが、ブラッとめがけてね、こう、牙を剥いてくるような、そんなお話なのかもしれないですよ。ちょっと考えすぎかな？お、お、お、なに？なになに？ミコと侍がくっついた？あれ。結婚の予感。ありゃー。
ありゃありゃありゃ、ヒカルの方に行ってほしかったのにさ。そうか。うん、まあ、まあ、しゃあねえか。で、あとどう動いたっけ？見てなかったな。多分この、アーチャーの方には動いたはずです。どちらかが。多分、のんちゃんのような気がするな。ちゃうかな。うん。そっか。サムライとミコか。ちょっと効率というかね、成長が予測できないような感じですね。まあ、攻撃力が高いミコが生まれるかな、子供は。攻撃力がね、まあ、3年後に子供が生まれるとして、だいたい26とかになるんで、うん。まあ、いいんじゃないですかね。そう考えれば。あと、アイテム装備してねえな。よし。じゃあ、まあ、今回はここまでにしたいと思います。1058年の、最悪ね。には、まあ、無事回避しました。次は1070年ですね。まあ、約12年後ですけども。まあ、それまでの間にね、おそらくね、いろいろとまたメンツが入れ替わると思います。うん。まあ、12年間遠征して、騎士団を成長させていきます。ということで、今回はここまでにします。はい、ご視聴ありがとうございました。今回滑舌悪いですね。今日ね、芋けんぴ食ってなかったんですよ。うん。失敗したな。